次はまた相手の突きに対して突きに対して合わすのか、ごめんなさい、はい、これ当てない、はい、うん、こうする、また、はい、これそうそうそう、受けと金的蹴りを同時にやって、受けてから金的蹴りやったら遅い、受けと金的蹴り同時、ちょっと下がる、ゴンって蹴り、ちょっと下がる、はい、ゴン、ちょっと下がったよな、これだけの強度吸収やな、Tを長くして、はい、うっ、うっ、そうね、さあ、で、そのついでに、こっち、はい、こっちはさ、受け止めて、こっちはいいと思うな、はい、こっち、こっち、この時に力抜いて、どういうのか、あ、じゃあ、はい、そう、まさかの、これ、線ではないけど、五の線ではない。僕に同時。線と五の線の間のやつ。受けと蹴りが同時。はい。うん。これ、今また違うことやった。受けと蹴りが同時。もう一つ突きがあった。これ目を狙う。三つ使ういうことは、どれに力が入ってもあかん。目軽につく。目ついちゃ危ないから、ちょっと。な、目ついちゃ危ないから、代わりにこう落ちるぞ。ここポンとつく。金的蹴りが同時。こっちは。ポンと。どれも力を入れていかないんですよ。どれも力を入れていかない。はい。ゆっくり。はい。な、少なくとも、受けと蹴りがいらない。な、で、受けと突きでもいい、はい、受けと突き、受けと突き、受けと突き、出す突きは目つかない、力入れ、猫足、ちょっと目安がここにつく、今のどこみたいな、いいか、同じ猫足やけれど、受けと目の突き、痛かったら喉、それも痛かったら胸、それからもう一つは受けと金的蹴り同時、できたらその3つをいっぺんにやる、な、受けと目、受けと蹴り、受けと蹴りと突きと三つ同時、これは線でもないし、この線でもない、入りたくない、これ、これ、目な、はい、今の二つ、受けと突き、はい、受けと蹴り、三つ一遍、こういつ、その時の状況によってやりやすい、そうだって、こう考えると、こう考えると、蹴り、やり、蹴り、やり、蹴りがちょっと角度的にこれで当たるの、はい、
ひどいよ。こういうふうに柔らかく対応する。そしてもう一つ、今ちょっと受け取って斬新連続斬新連続行為は見通り言うたら、その見通りからやられてる。これ猫足が元へ戻った時にこれ、はい、こんな猫足やな、はい、これ私持ったんですけど、あこうってこれ見えやろ、次まず目やろ、この手ここ置いてる、こいつこれしてる、はい、これ目やろ、もちろん目やろ、あ、止まらないかな、はい、痛くないように早くする、で、目の前にとこう押さえる、はい、そう、はい、次、三つ一遍斬新連続、ほうほうほう、トゥー、これで今、猫足で下がって、この手、両手使う、これとこれ使う、足使う、三つ一遍使う、というふうなわけです。ただ、これ、もうある程度ね。だから、すぐ、これで終わり。な、これ。さあ、じゃあ、ずっと。こういうの、技を使う。ただ、これ、できるだけ力使わないように。はい、終わり。